ナイジェリア代表数値チェックやっていきましょう。はい、トマです。こんばんは。本日ナイジェリア代表の数値チェックやっていくんですけども、まずオチャドボバング、そしてあのフェスシュナイダーと、ジトーくんですかね、唐突にジトーくんのあの潜在が来てましたけれども、そちらもまた別の動画で見ていきたいと思いますので、本日もどうぞよろしくお願いします。まずはオチャドくんから見ていきましょう。力属性の OMF の選手になってます。メイン技がシャッフルワンツー S 技ですね。ワンツー435威力のワンツーになってます。で、揺れ玉無回転シュートの A、 そしてスーパーテクニックドリブルの A というところです。なので地上シュート A 技しかあのついてませんので、 S 技の地上シュート、こちらを移植していく必要があるのかなというところです。はい、特技日本選手キラー、日本選手に対してパラメーター 15% で、超団結、力海外5人以上の 20% で、絆、技属性の海外選手が2人以上いると全員のパラメータープラス 2.5% なので、あのだいぶ条件が緩くなりましたよね。2人いればいいと。で、必殺技封印、マッチアップ相手の必殺技を1つ封印、そして封印の流れがね、ここでまた引き継がれてます。で、パラメータダウン耐性、味方に対するパラメータ低下効果を 3% 軽減ということで、パラメータダウン耐性も入ってます。で、ワンツー移動距離強化、ワンツー成功時の移動距離プラス 50%、非常に優秀な潜在スキルなんじゃないですかね。で、パラメータ 15% でどれぐらい上がるのかも楽しみなんですが、オフェンス 10%、 チームスキル60、バフ30で見ていくんですけども、スタミナ1091、ちょっとステータス見てほしいんですが、なんとシュート12200あるんですよね。で、さらにパス値も11126っていうことで、まあオフェンス値よくわかんないぐらいなんかブーストしてますね。まあドリブルが極端に低いので、なんかドリコレみたいなステになってます。ここから 15% 上がるんで、結構驚異的かなというところなんですが、早速見ていきましょう。はい、なんと、シュート値36000出ます。はい、日本選手キラーなしで、で日本選手キラーが乗ると4万ということなので、もう4万超えが普通になってくる感じなんでしょうかね、今後に関して言うと。はい、めちゃくちゃ強いですね。あの値で言えば、シュート値っていう話で言えばめちゃくちゃ強いですね。で、パス値も日本選手キラーであれば37000、ここに435威力のワンツー技なので、それなりに、はい、ご利用しも効くんじゃないでしょうかね。はい、で日本選手キラーじゃなくても33000のパス値、まあドリブルも S 技つけれますけども、ドリブルが25000なので、読み勝った上で取られる可能性もあるぐらいの形のステータスかなと思います。なので、パス側でご利用しできない相手に関しては、ちょっと厳しいマッチアップになるかなというふうには思います。なので、もうそういう時はシュート打っちゃうとか、まあそういう感じになっちゃうのかなというところですね。タックルが25000、パスカットは23000というところです。なので、守備に関しては、まあ日本選手キラーまで乗れば、取れる選手もいるのかなぐらいのところなんですが、そんなに高くないというところですね。はい、続きまして技威力合算というところを見ていくんですけども、まあ、日本選手キラーで4万なので、まあ、今のところ適用されるのが Z 林ぐらいかなっていうところにはなっちゃうんですが、であと465威力の揺れ玉無回転シュートの S っていうことなので、ちょっとね、技威力は低めという感じです。で、合算すると187400っていうことなので、 Z の、まあ、Z 相手という話で言うと、ここはちょっと抜けない数字かなというふうに思います。で、ヘルナンデスとかカリューサスとかレシャールっていうところに関して言うと、この168000っていう値になってしまうので、まあ、技威力が低い分、これもちょっと厳しい数字かなといったような印象です。はい、はい、早速キャラクター比較していきましょう。歴代のオチャド君とちょっと比較してみたいなと思います。ドリブル非常に低いので、この前出たミサキキラーとか、まあ、読み勝ち 40% ミサキキラーのオチャド君であったりとか、あとはドリコレよりは全然低いといったようなところになってます。まあ、気になるのはシュートなんですけども、ミサキキラー乗った場合、そして読み勝ち、ここは全てキーパーに届く値ではないですので除いたとすると、歴代オチャド君の中で日本選手キラー 15% が乗れば、あの一番高いシュート値ということにはなってます。まあそれは4万出るんでね、なかなか、はい、一番高いだろうというところでしょう。そして PA 内 20% のまあ、この前出たオチャドくんですね。で、さらにドリコレのオチャドっていう感じになってますので、ドリコレよりもね、シュート値高く出る可能性があります。そして、日本選手キラーが乗らなかったとしてもドリコレ同等という感じになってますので、非常にシュート威力、まあ、シュート値高いんじゃないかなというふうに思います。
はい、続きましてバフ 20% 減とザリフォメアリの形で、キーパーの合算威力、そしてオチャドの合算威力というところで比較していきたいなと思います。まずオチャドくん、日本選手キラー乗った場合174,500というような値が出てまして、まあ、今回日本選手キラーで言うと Z 林ぐらいなのかなというところになっております。なので Z 林は封印したとしてもですね、19万以上の数字が出てくるのでちょっと抜くの難しいかなというような感じです。まあ、力属性と速属性という相性の悪さもあるので、まあ、Z を抜ける選手ではないというようなところです。はい。そして、日本選手キラーが乗らなかった場合、オチャドクに関しては15万5000というような値になってしまうんですけども、15万5000だった場合にですね、まずヘルナンデスとか、まあ、カリウサスはもうよっぽど難しいですね。シュートキラー 15% が乗ってしまうので、属性有利なんですけども、結構差が出てしまってます。で、ヘルナンデスに関しては、フォワードキラーが乗ってこないですので、16万4000という値になってます。で、15万5000というところなので、ヘルナンデス抜くのもちょっと厳しそうだなというところ。まあ、ただヘルナンデス君のメイン技を運よく封印できたというふうに仮定した場合は、一応若干ですけども数字が上回ってきます。15万5000に対して14万5000なので、これは抜けてもおかしくない数字かなというふうに思ってますので、あの封印すれば一応地上シュートでヘルナンデス抜けるんじゃないかなというところです。でミューラー君とかに関しましては、ミューラー君もフォワードキラー乗りませんので、何も乗らなかった場合15万8000で、15万5000なので、まあ、ちょっと普段抜くのは、まあ、の属性不利もあるので難しめかなというところ。まあ、ただダブルハンマーになった場合ですね、封印した場合は、ミューラー君も抜けてくるんじゃないかなといったようなところになってます。でレシャール君なんですけども、レシャール君の全力全開が乗った場合、16万3000という値が出てますので、まあ、レシャール君抜くのもちょっと難しいのかなというところで、ただ封印すれば、レシャール君全力全開でワンハンドの ワンハンドキャッチの S405 威力しかないですので、こちらは抜けてくるんじゃないかなという感じになってます。はい。というわけでですね、今回のオチャド君は、まあ、直近よく使われているキーパーでいうと Z とカリウサスは抜けなくって、で他の残りのミューラーとヘルナンデスとレシャールに関しましては封印すれば抜けるといったような感じの塩梅に、調整されているといったような形でした。そしたら続きましてボバング見ていきましょう。ボバングに関しては即属性のフォワードと OMF がやれる選手になっております。でメイン技はボバングジャンピングヘッドの S440 威力、そしてスピードドリブルの S ドリブル、370威力で、ロングレッグボレーの A、 ロングレッグタックルの A がついてます。特技必殺技強化高浮きで、高い浮き玉の必殺技威力 15%、 これ結構でかいと思います。まあ B なんですけどね、 B ですけどでかいと思います。でチムスキ超団結の即海外5人以上の 20% で、絆ですね、技属性が3人以上いると全員のパラメータ 2%、 技属性が3人以上いると相手チームのパラメータマイナス 3% ということで、デバフパーに入れていくことのできるキャラクターになってます。そしてボバング君にもついてるんですよね。必殺技封印、マッチアップ相手の必殺技を1つ封印、そしてハイボール要求、センタリングを高い球で受け取ると、でリカバー 50% という感じになってます。ハイボール要求、まあ、80% ですけども、マガス君と同じような形でハイボール要求ついてますので、まあ、どんなキャラクターからですもん、どんなキャラからもあのセンタリングを上げていくことができるので非常に強力かなと思います。フォメ効果オフェンス 10%、 チーム付き60のバフ 30% で見ていきましょう。スタミナ1110という感じです。ボバングに関してもですね、シュート値がなんと 11,117 ということで非常に強力な値になってます。ブロック以外4突の値で見ていきます。特に必殺技威力強化以外に上がるところはないんですけれども、あの非常に強力です。まず普段のドリブル値25,000で、シュート値35,600で、パス値が25,000というところなので、シュートに関しては非常に高いかなという印象ですね。でドリブルパスに関しては読み勝ってもちょっと抜けるかどうかっていったようなところかなと思います。で普段ボバング君パスカットそれなりに高かったんですけど、今回はタックルパスカット2万ずつという感じです。で、まあ、一番はね、浮き玉のところなんですが、高浮き大得意、そして440威力、さらに 15% アップして、なんと破格の22万5000、
この前出たバルカン、あの高浮大得意、非常に強いですねっていう話ではあったんですけども、封印がついた上でですよね。封印もあるし、その威力そのまま抜ける可能性もあるよねっていうところで非常に強かったんですが、なんとそれをはるかに超える22万5400という値になってます。これはすごいですよ、かなり。はい、そもそもめちゃくちゃ高浮きが高いです。でそこに対してさらに封印がついてますので、これは非常に驚異的なんじゃないかなと思います。はい、さてまずはですね、歴代のボバング君、まあ歴代というかドリコレのボバング君と比較してみたいなと思います。修道地に関しては高浮きにおいてはですね、 PNA15% 乗った時のドリコレボバングよりもだいぶ高くなってますので、まあ、今回のボバングの方がシュート強いというふうには言えるんじゃないでしょうかね。まあその普段のシュート値に関しても14,800、そして PA 内で14,900ですので、そこまでねドリコレとシュート値変わりませんので、もうシュートに関しては今回の代表ボバングの方が全然いいんじゃないかなというふうに思います。まあ、守備面でパスカットの値が、まあ、ドリコレの方がだいぶ高くはなってます。まあ、あのパスとかドリブルにおいてもパス値はドリコレの方が上で、ドリブルは若干今回の方が上というような感じですが、まあ、そこまでねあのドリブルそもそも高くないですので、まあ、そう考えるとシュート以外はちょっとあのやれないボバングなのかなというような感じですかね。はい、それではですね、ボバングくんの、バフ 20% 減とザルフォメアリでキーパーも含めた形で合算威力比較していくんですが、もうすでにですね、あのはい、1位に来てます。これマーガスの特技が乗った時とほぼ同じぐらいなんじゃないかなと思うんですけども、あのヘルナンデス抜けます、そのまま。はい、高浮きで打ってあげればヘルナンデス抜ける値になってます。で Z に関してもあの普通に抜けてくる値なんじゃないかな、初段から抜けてくる値になってると思います。まあ、今回でいうと即属性の選手なので、あの力属性のヘルナンデスに強く出れますし、若林も同属性なので、あの普通にあの入ってくるんじゃないかなというところ。でさらにそこに加えて封印があるので、これかなり強いと思います。で、あの高浮き強化 15% っていうところなので、相手キーパーによってですね、この上昇値っていうか特技のノリがですね、あの依存しないんですよね。まあ普通だったらあの力属性に対して 15% とか、あの日本選手キラーで 15% とかだったら相手キーパーによって変わってきちゃうんですけど、このボバングに関してはとにかく高浮きだったら 15% 乗りますので、あのそういう意味で言うとキーパーに依存しない強さ、マーガスで言えば即キラーなので即属性じゃなかった場合はちょっと弱くなっちゃったりするんですけど、うん、強いですね普通に。なので封印とか関係なく、まずそもそもが抜けるキャラクターになってるところに封印でダメ押しで抜いていくっていうようなところなんじゃないかなというふうに思います。はい、なのでまあ今あの現環境の全キーパー抜くことができるキャラクターなんじゃないかなというようなところです。はい、というわけで今回のあの新キャラ2人ナイジェリア代表見ていきましたけれども、いかがでしたでしょうか。お役に立ちましたらぜひ高評価よろしくお願いいたします。まあ、特にボバングはこれ驚異的なんですが、あの4周年はこういうノリで続いていくんでしょうかね、あのどうなんでしょうか。はい、というわけでシュート値のインフレみたいのがあのライカールから、まあ、ライカールら辺からちょっと感じてはいましたけれども、こういう4万超え、そしてあの驚異的なシュート値みたいのがどんどん出てきて、でそれに対応できるキーパーが出てきてみたいな流れが生まれてくるのかなといったようなところですかね。はい、いつもご視聴ありがとうございます。それではまた。